どうも、オールですいやー事情によりちょっと真っ暗になってるんですけどまあさっき見てた見てくれた通りなんとかシーズン4でダイヤモンドに行くことができましたいや結構ドンカツを狙いに行くんじゃなくてまあ、ポイント上げに行く感じでやってたんでドンカツはあんま取れなかったんですけどまあ、ダイヤモンドに慣れてよかったですえっと RP も49くらいまでしか行かなくて。 まあ前回は63くらいまで行ってなんかミニの白いやつもらえたんですけど今回 UMP の白いやつもらえずということで、まあ、前回より全然やってる時間が少ないんで、まあ、ドンカツ多くなりましたね慣れてきたんでまあそんな感じですじゃ次のシーズン5はま,あまたプラチナ5からスタートするんで、まあ、ダイヤモンド3くらいまでにはしたいと思います皆さん引き続きご支援お願いします以上です